はい、皆さんこんにちは、アトミです。今日はですね、僕が行っている練習方法、メニューについてご紹介したいと思います。で、僕が行っている練習方法は僕が一番伸びた時期から今まで多分1年間ぐらいあると思うんですけど、ずーっとこの同じメニューを続けてます。これが一番僕に合ってるっていうか、これが一番伸びたのでそれをずっと続けてるっていう感じなんですけども、で、その練習メニューなんですけど、10発10セットです。本当に10発を10セットやって終わりなんで、アップから順々順に持ってって、まあ、10発10セットだけやって終わりにする日もあれば、まあずっと自分基本的に毎日行っているので、まあなんかの用があってできない日ってあるじゃないですか。なんでその日の次の日とかには体のコンディションがいいんで、重いものを持って、で10発10セットっていう感じで必ず練習する日は毎回10発10セットを入れるようにしてます。これがまあ僕のメインセットなんですけども、やり方があんまり最後まで押し切らずに途中で弾ませる感じにはなるんですけども、クリアできたら次の日にプラス 2.5 をする、 1.25 足してプラス 2.5 って感じで、でそれもクリアできたらまた 2.5 プラスって感じで、ずーっとそれで積み重ねていくっていうのが僕の練習法です。で、もしも潰れた場合、潰れて、まあ8セット目で潰れたとするじゃないですか。だとしても必ず10セットはやる。まあ8発目で上がんなかった、潰れたとしても、また9セット目も8発やって潰れて、ね、10セットも潰れてっていう感じで、必ず10セットはやりきるっていうルール。結構5セット目とかで潰れるとかもあるんですけど、5セット目で潰れて6セット目7、8、9、10全部潰れます。それでも OK で、次の日に昨日は5セット目で潰れたんだけど、今日は6セット目までいけたとか、そんな風になれば、まあそれも成長なので、そんな感じでやってます。なんで終わりなき戦いを毎日繰り広げてます。まあちょっと僕の性格上ね、あんまりめんどくさがりじゃないですけど、ちょっとすんごい適当なんで、これが僕に合ってるのかなって思います。すごい簡単な練習メニューです。で、これから次見せる映像がその実際に行ってる映像なんで、それを見て、あ、こんな感じで行ってるんだなっていうのを見てもらえればなと思います。それではご覧ください。
ということで、こちらがですね、僕が行っている練習の動画だったんですけども、やっぱり最後まで上げきってないですよね、全然。もう途中で弾ませてるっていうか、まあ、跳ねてるっていうか、そういう感覚なんですけども、これを行うことによって、多分最初やってみるとわかるんですけど、全然跳ねないんですよ、本当に。全く跳ねないです。なんで、跳ねないっていうのはどういうことかっていうと、体全体で押せてないんですよ。なんで、ボトムで全然弾き返せないんで、これをやることによって自分のボトムの位置の確認もできますし、さらにボトムからの強化っていうのもできると思うので、実際そのボトムからの数センチっていうのが浮くか浮かないかって全然違うじゃないですか。そこさえ上げきっちゃえば、あとはなんですか、粘りじゃないですけど、まあなんとかなると思ってるんで、とりあえず浮かないと話にならないんで、そこを強化するっていう意味で僕はこの練習方法をやって、劇的に重量が伸びたので、今でも採用してずっと行ってます。ぜひまあ、試してみてほしいっていうか、これが僕の練習方法ですっていう紹介でした。意外とシンプルで申し訳ないです。あんまりね、補助種目もやんないですし、なんでベンチのその足上げとかナローとかもあんまりやんなくて、これしかやんないので、すごいシンプルなんですけど、まあこんな感じです。これで僕は強くなれたので、これからも多分ずっとこの練習方法でいくと思います。今日もこの辺で動画終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。